今日はコンピューターの小数の表し方である不動小数点数について説明していきます。ただここは教科書の内容を読んでもほとんどの人は難しく感じる部分なので、基礎的な部分から説明していきます。十進法から二進法の変換と2の歩数は理解していることが前提で進めるので、まだ勉強していない人は概要欄に貼ってある N 進法変換と2の歩数に関する動画を先に見て、この動画を見てください。前提としてコンピューターの世界で扱える数は有限になります。どこかで打ち切らないとコンピューターの扱える容量をオーバーしてしまいます。例えば小数点以下で扱える桁数を5桁として考えていきます。0.00000012345 という数字があった場合、5桁目で区切るので数字があるにもかかわらず0になってしまいます。逆に整数部が5桁まで可能とした場合に、12345000000という数字があった場合にも0になってしまいます。実際にはもっと大きな桁数を扱いますが、多くの0という数字を扱うために多くのビット数が必要になります。この救世主となるのが仮数と奇数と指数になります。中学でも習ったと思いますが、 0.00000012345 は小数点の位置を右に1つずらすと 0.00001235×10−1乗と表されます。もう一つ右にずらすと 0.00012345×10−2乗と表されます。もう一つ右にずらすと 0.00012345×10−3乗と表されます。小数点の右に0がなくなるまでずらすと 0.12345×10−5乗となります。小数点以下5桁を取ると、先ほどは0しか残りませんでしたが、このやり方だと12345という数字が取得できました。V の名称について、0.12345 の部分は仮数と言います。10の部分を奇数と言います。-5 の部分を指数と言います。このように仮数、奇数、指数を用いることで、限られたビット数の中でより多くの桁数を保持することができます。このように指数表記を用いて数値を扱う表現方法を不動小数点数と言います。今は理解しやすいように十進法で行いましたが、コンピューターは0と1の二進法で扱うので、今度は二進法で考えていきましょう。0.00000010111 というビット列で考えていきましょう。二進法で表すので、奇数は2となります。小数点を1つ右にずらします。0.00000101111×2−1乗となります。もう1つ右にずらすと 0.00101111×2−2乗となります。小数点の右隣に1が来るまで繰り返すと 0.10111×2−5乗となります。指数部と仮数部をそれぞれ何ビットに分けるかは様々な規格で決定されていますが、ここでは国際標準化団体の IEEE により規格化されている不動小数点数の形式である IEEE754 を説明します。これは32ビット、64ビット、128ビット形式がありますが、今回は32ビット形式で説明します。プラスかマイナスかの符号を S、指数部を E、仮数部を M とすると、-1 の S 乗 ×1.M×2−E−127乗で表されます。正直、わけがわからないと思いますので、先ほど求めた 0.10111×2−5乗の例で当てはめていきます。まず符号は −1 の0乗は1、−1 の1乗は −1 となります。つまりプラスを扱う場合は0、マイナスを扱う場合は1とします。今回はプラスなので0となります。そして 1.m ですが、
この形に合わせるためには整数部の一桁目を1にしなくてはいけません。暗黙的に整数部を1とすることで0点で表すより一桁多く表すことができます。先ほど求めたものは 0.10111 と整数部は0なので、小数点をもう一つ右にずらす必要があります。右にずらすと 1.0111 かける2のマイナス6乗となります。よって M は0111になります。そして2の E のマイナス127乗の部分ですが、この127って一体何なんだと思われると思います。これはバイアスというもので下駄を履かせるという意味になります。例えば今回はマイナス6乗なので E にはマイナス127をしてマイナス6になる数、つまり E には121が当てはまります。実際の指数の範囲をマイナス127から128の範囲とした場合、バイアスを用いることで0から255の正の数で表すことができます。二進法表記で0、8つから1、8つとなり、負の数、つまり歩数を意識しなくてよくなります。今求めた S、M、E をビット列で表していきます。符号部の S は1ビット、指数部の E は8ビット、仮数部の M は23ビットで表します。このビット列に順番に当てはめていきます。符号部はプラスなので0になります。指数部の E は121ですが、これは十進法表記なので二進法に変換する必要があります。すだれ算を使って2で割っていくと111001となります。8ビット表記なので右詰めして空いた桁は0埋めします。仮数部の M は小数点以下の部分なので0111ですが、左詰めにしてその他の桁は0埋めします。ややこしく感じる方も多いと思いますが、有限なコンピューター領域を有効利用するために偉い人が考えた手法になります。試験で問われるレベルの応用問題を解いていきましょう。十進法で表されるマイナス 15.125 をIEEE754 の形式で表してください。そして符号部を1ビット、指数部は8ビット、仮数部は23ビットの表の中身を埋めてください。まず二進法に変換する必要があるので、整数部、小数部それぞれ二進法に変換します。15の整数部はすだれ算を使います。2で割っていって1111となります。0.125 の小数の部分は小数部が0になるまで2をかけていきます。 0.125×2 は 0.250、 0.250×2 は 0.5、 0.5×2 は 1.0 で、ここで小数部がすべて0になったので計算が終わりです。それぞれの整数部の数を上から取って001となります。よって十進法で表されるマイナス 15.125 は二進法ではマイナス 1111.001 となります。これを IEEE754 の形式にしていきましょう。まず符号はマイナスなので S は1になります。そして整数部を1にするために小数点を左に3つずらします。同時に左にずらした分、整合性を合わせるために2の3乗をかけてあげます。 E-127 の部分は127して3になる数なので E は130になります。ビット列の表に当てはめていきましょう。符号 S はマイナスなので1、指数部の E は130は十進法なので二進法に変換すると10000010で、すでに8ビットなので左に0埋めする必要はなく、そのまま記入します。仮数部は111001で残りは0埋めしてあげます。これで表が埋まりました。かなり大変だと思いますが、パターンは決まっているので確実に得点源にできるように練習をしていきましょう。今日の不動小数点数の説明は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。